皆様の安全運行に対するご協力をお願いします。はい、ということで、はい、ありがとうございます。行こうか。はい、行きましょうか。探索行こう。はい、おい大輔チャンネル。こんなに寒いな。舐めてたらあかんねん。なあ、ですね。舐めたらあかんね。危ないね。はい、味噌ラって感じ。いいっすね。入ってみよう。入ってみましょうか。これ千歳第一号店ですね。はい、じゃあ、お疲れ様です。はい、ありがとうございます。これ何？ジタって書いてある。うん、焼き魚でしょ。ジカジカって書いてありましたね。この焼き魚定食って何の魚なの？ホッケ油が乗せない。油が。すごい。ごちそうやこれ。ごちそうっすわ。サイドの長寿。すごい。食べよ。大きいな。感動する大きさ。というか大きさというか。太いも厚みがすごい。美味しい。ね。美味しい。いただきます。あ、そう、おい大輔って言ってくれてますね。天童さんが、天童さんがおい大輔って呼んでて、その名前になった。よく行きました札幌まで。あ、演歌好きなんですか。そうやね。昨日か一昨日までなんか。おい大輔チャンネル。でもね、ほんまに15年ぐらい来てないよ。それまでほんまにびっくりするぐらい来てたから、僕多分北海道の人より北海道の道路に詳しかった。あ、そうだね、天童さんそれだけ来てたっていうことだ。本当に来てたからね。ほんで車で移動するやんか。最高なんか、なんか湧かないから、どこ、あの一晩で移動した距離が、はい、めちゃくちゃ遠かったんだ。わかないから函館ぐらいの勢い。どのぐらいですか？1日かかるんですか？だってさ、夜通し走ってやって、千歳から函館まで4時間かかる。そして千歳から稚内まで行って6時間ぐらいかかる。そう、だから10時間ぐらいかかる。そうやね。じゃあ昔やから広いね。今ねちょっと高速ができたからそれでも速くなったんだ。ああ、そうなんですか。なんかめっちゃなんかな、北見とか行くのにも、もうすぐなんとか峠いうのが越えなあかんねん。はい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 。関北峠。関北峠。よく詳しい。さすがです。やろ。だって俺北海道の人。それだとか帯広行くって言ったらカリカチ峠。あ、カリカチ峠。いやー、知ってるんですよ。帯広のほんで駅にあるのは豚丼がうまいの。そう。そうなんですか、お母さん。今千歳から帯広まで行ったらね、2時間半あったりする。あ、ほんまに。うん、そう。2時間半あったり。ほんまに。いろんなとこ泊まって、天童さんの歌にあのシャコタン半島だって。うん、そうそうそう。またあそこも夕日が綺麗だ。へえ。でもそこはちょっと遠い。遠いんですか。まあまあ遠い。へえ。岬まで行くっていう。あ、行くんだ、遠い。ちょっと遠い。うん、昔はほんま、うん、よく来てたんですね。北海道に次のうち半分行ってたかないぐらいかな。そのぐらい天童さんって人気あったから、うん、すごいです。もうほんで、あの天童さんぐらいになったら、もう札幌、旭川、なんか帯広、
北見だ、北見、旭川とかそういう大きい町しかできへんねん。もうその入るキャパがやる人がね、あのギャラを払わなかったら大きいところでしかできない。なるほど。ほんで僕らがついてきてた頃はほんま町の公民館みたいなとこも行っとったからね。公民館で谷野さんがやってたんですか。それもカラオケでやって。信じられない。そんな時期もあったんだ。だから北海道はものすごく。ねえ、あの天童さんの方はバックダンスダンサーするってさ、二人ね。へえ。ねえ、うん、ね、うん、そう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 。お母さんも、うん、見に行ってくれたはず。よく。あのバックダンスなんか上手でね。うん。よかったね、ここで入ってですね、こんなお話が聞けると思わなかったんで、昔話に昔話が天童さんだとかさ、島津さんだとかっていうね、そう、生バンドは素晴らしい。そうです、生バンド、いやね、今はもうバンドやからね。いいですね、いい音を聞きながら、天童さんの声を聞きながら、素敵な時間だったでしょうね。よう知ってる、お母さんのとこ来たもんやな。いや、ほんと大輔さんの嗅覚がここ入ろう言って。え、何時までやってるの。もう大体終わる。あ、もう終わり。もう10時半ですもんね。ほなら帰ろう。あの自分のコンサートができるようになったら、千歳に来たらここへ来るということで、はい、絶対聞きに行くよ。聞きに行くな、うん、ありがとう。絶対多いないっすよ、うん、多いないっすよ。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、すみません、ごちそうさま。ありがとう、また来ます。はい、ありがとう。美味しかったですね。美味しかったな、あのホッケもめっちゃうまかった、ね、ホッケ感動しました。うまかったな、うん、あれ感動しました。あれ大阪で食べるホッケはないな。いる。あれなんかプリンとか先天童さんのところでプリン食いとかノータン。 ありましたね。ポイントパッタカードはいです。置いてきます。はい。おい大輔チャンネル。はい、一日お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はなんかもうね、来るとは思っていない北海道にいてるということで、びっくりやなほんまに。な、あでも知っててもんな。いや、そう。知らなかったもん俺だけやからな。でももう11時です。なんか早ない時間経つの。もう寝なあかんやろ。そうですね。さっきだってちょっとビール飲んで眠たそうやったよ。ね、思った以上に居心地が良かったです。そうやんな。味噌らさん。あそこのご飯屋さん美味しかったで。あのホッケなんかまあ関西では食べられへんと思う。今時期なんやろな。ですかね。プリンプリンして油の。美味しかった。美味しかった。感動しました。まあ今日は満足して。お腹もいっぱいになって、はい、ゆっくり寝ようか、はい、明日はどんな一日にしますか。明日はもう、駅まで送ってくれるやんな、これバスで。だからちょっと助かるから、なんか運ええと思えへん。いいね、すごくいい。切符落としても出てくるし。そうですね、うん、カメラマン遠藤が落としたんですけども、すぐ見つかりました、ね、すぐ見つかったもんな、はい、それも上まで行って、はい、落ちてんやん。落ちてあんなんないでよって。やし、あの今のご飯味噌らさん、はい、ご飯屋さんも、はい、美味しいし、はい、なんか思ったより安いし、はい、ということで、はい、今日はもう寝よう寝よう。あの温泉も思ってたけど、さっきフロントで聞いたらないねんって。車でだいぶ行かなか、近いとこはもう閉まってますって言ってたので、もう温泉も明日やな、はい、今日は一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。
明日もね頑張っていきたいと思います。おい大輔チャンネル登録してねここで、はい、よろしくお願いします。ではまた明日、はい、おやすみ。ありがとうございます。